ディープウェルター級1ラウンド5分2ラウンドで行われます。赤いリストカラーが島田伊吹、そして青いリストカラーが駒根地雄太。ラウンド1、さあ始まりました第1ラウンドです。中央を取ったのは島田、ローキックは駒根地雄太、左のローキックを放っていきます。共にオーソドックススタイルです。右です。左のローキック、ワンツーを放っていきます駒根地雄太。しかしここは首相撲からさらに膝を放っていきます島田。さて宇田選手、はい、早くおっと島田選手のワンツー良かったですね。そうですね、はい、早くも鼻から出血が見られます駒根地雄太。さあ今右を差していますね、はい、島田としてはここから相手の手を束ねたいです、ね、はい、巻き替えていきました。取れる。ナイス。ここはテイクダウンを取っていきます。さあ上から乗っかっていきます島田。ハーフガードポジションです。島田選手は上から脇を刺したいですね、はい、駒根選手はそうですね、脇させてると逃げれるんで、膝をボディに放っていきます。肘を打っていく駒根地雄太。島田また足を取っていこうとしています。さらにこの後膝を放っていきます。そしてダブルレッグ、尻餅をつかせました。鼻からおびただしい量の出血が見られます駒根地雄太。肩で相手にプレッシャーをかけながら、さあそしてサイドポジションになりました。ここはもう1ラウンド目、そうですね、早々に島田がコントロールしてますね。結構組の展開で差があるなっていう印象ですね、サイドポジションに入っています。そして24ザベリーに行くでしょうか。島田選手は焦らずにしっかりポジション取って、はい、マウントいけたらマウントいきたいですね、今この右足が24ザベリーの状態なんですが、またいけるかどうかというところでもありますが、そうですね、でも島田選手、脇刺されてるんで、はい、あそこを解除してからマウント移行だったり、次の場所に移動したいですね、やっぱ脇があると、はい、ロールされちゃうんで、そこをまずは解除したいです。さあまずは肘を打ち込んでいきます。上から肘、下から肘を放っていく駒根地雄太。肘を落としていきます。この右肘いいですね、立ち上がります。さらに上からパンチを放っていきます。蹴り上げていこうとしている駒根地雄太。島田ミドストレートを伸ばしていく。パウンドの圧力からハーフへのパスが欲しいですね、はい、そうですね、肘で膝で相手の顔を押さえて、その後鉄柱を落として、さらにバックを取っていきました島田。右手を相手の首元に回していきました島田伊吹。これは取れそうな予感がしますね。そうですか、はい、相手の足伸びたらもう、はい、あもう伸びてきましたね。伸びたら取れて、そして右腕が入っています、はい、喉元にリアネーキッドチョーク。しかしここがリアネーキッドチョークに捉えた、はい、日本勝ち。素晴らしいですね。島田伊吹、素晴らしい。全力で叩き潰すと宣言していた島田伊吹、超えました。全局面で圧倒してましたね、はい、そうですね。スイーパーによりまして赤コーナー島田伊吹選手の勝利でございます。前回が今年の9月佐藤陽一郎戦だったんですが、判定負けを喫してしまいました。連勝が止まってしまったんですけれども、再び立ち上がる一戦という意味では一本勝ちは、はい、ここから先勢いに乗るんじゃないですか。試合運びもすごく良かったんで、はい、これから頑張ってほしいですね、そして敗れて呆然自失点を見上げる駒根地雄太、自身にとってはこれで2敗目ということになってしまいました。ただいま試合は1ラウンド3分48秒チョークスリーパーによりまして赤コーナー島田伊吹選手の勝利でございます。いや、ネイキッドチョークで一本勝ちを収めた島田伊吹です。